こんにちは。今回は数字で楽しむ J リーグと題して、見終わった後にあの選手はこんなにすごかったのかと思える動画を作ってみました。野球やバスケなどと比べるとサッカーは数字で語りにくいスポーツですが、各選手の数字を見比べると意外な発見ができるケースは多々あります。 J リーグのいろいろな分野の個人別のベスト10を書き出してみました。いずれも2019年の個人成績になりますが、あの選手はこんなにすごかったのか、あの選手はこんな特徴があったのかなど、いろいろな発見ができると思います。各選手の個人スタッツを見ていろいろと楽しんでください。それではスタートです。まず一つ目は90分あたりのドリブル数です。1位は名古屋グランパスの前田直樹で 7.08 回でした。2位はサガン鳥栖のアンヨング。3位はコンサドーレ札幌のルーカス・フェルナンデスでした。夏にレアル・マドリーに移籍した18歳の久保は5位に入りました。外国人選手では鳥栖のアンヨングが最高順位です。五輪代表の遠藤啓太は9位でした。二つ目は90分あたりのパス数です。1位に輝いたのは川崎フロンターレの下田北斗で 103.75 本でした。2位は名古屋のシミッチ。3位は川崎フロンターレの森田でした。下田は唯一の100オーバーです。40歳になった遠藤は貫禄の4位に入りました。五輪世代の岩田はセンターバックながら7位に入りました。3つ目は90分あたりのクロス数です。こちらの1位は湘南ベルマーレの小林翔太で 6.47 本でした。2位は浦和レッズの山中で、3位はサガン鳥栖のアンヨンウでした。アンヨンウはドリブルに続いてランクインしました。札幌のルーカス・フェルナンデスも両部門でトップ10入りです。五輪代表の遠藤啓太も10位に入っています。4番目は90分あたりのタックル数です。こちらは日本代表のミサオ・ケントが 4.42 回で1位になりました。2位はガンバ大阪の福田。3位は松本山鹿のパウリーニョ。4位は同じく松本山鹿の藤田いぶきでした。ガンバの福田は高卒2年目ですが2位と健闘しました。レオシルバはさすがの6位です。5つ目は90分あたりのクリア数です。1位に輝いたのはマテイ・ヨニッチで 6.85 回でした。2位は島尾マテ、3位は瀬古、4位は坂、5位は平岡という順番になりました。ヨニッチがダントツで1位でしたが、チームメイトで五輪代表の瀬古も3位に入っています。仙台のセンターバックコンビも2位と5位に入りました。174センチの坂が4位にランクインしたのも目立ちます。6つ目はインターセプトの回数です。1位はヴィッセル神戸の山口蛍、2位は清水エスパルスの竹内、3位はコンサドーレ札幌の深井となりましたが、山口蛍が2位以下に大きな差をつけてダントツの1位でした。異次元の奪取力といえます。日本代表の佐々木は8位タイに入りました。7つ目はラストパスの本数です。ベガルタ仙台の長戸が79本で J1 最多となりました。2位はコンサドーレ札幌の福森。3位はイニエスタ。4位はガブリエル・シャビエルでした。サイドバックで躍動した長戸が1位に輝いています。上位の常連である福森は2019年も2位に入りました。
イニエスタは怪我で欠場する試合も少なくありませんでしたが3位に入っています。8つ目は守備的なポジションの選手に限定した自陣での空中戦勝率です。1位は元日本代表の森重で 72.9% でした。2位はキム・ミンテ、3位はブエノ、4位はヘナト・アウグストとなりました。森重は毎年自陣での空中戦勝率が非常に高い選手です。外国人選手の中では韓国人のキム・ミンテが1位に輝きました。9つ目は攻撃的なポジションの選手に限定した敵陣での空中戦勝率です。1位はコンサドーレ札幌の J で 71.3% でした。2位はトクラ、3位はジョー、4位はウェリントンとなります。J が唯一の 70% 超えです。日本人ではセレッソのトクラが 69.0% で1位になりました。10個目は90分あたりの走行距離です。こちらはサンフレッチェ広島の松本が 12.90km で1位に輝きました。2位は大分のティティパンで、3位は浦和の柴戸、4位はセレッソの奥野と続いていきます。五輪代表の松本が1位に輝きました。ティティパーンは現役のタイ代表です。セレッソの奥野はフォワードながら4位に入りました。昨夏にロケレンに移籍した天野は8位でした。最後の11個目は90分あたりのスプリント回数です。1位に輝いたのは松本山雅の前田大然で 38.81 回でした。2位は藤原、3位は永井、4位はマテウス、5位は高山となりました。昨夏にポルトガルのクラブに移籍した前田大然がダントツ1位でした。トップ10の中にマリノスの選手が4人もランクインしたのが目立ちます。高野は走行距離でもトップ10に入りました。こうしていろいろな項目のトップ10を書き出してみると、この選手がこの項目で上位に入るとは、と思える意外なランクインがたくさんあります。サッカー界もいろいろなプレーを細かい数字で評価する時代に入ってきたので、各種のスタッツはこれからますます注目を浴びることになるでしょう。かつての庭のように、スタッツがきっかけで大きな注目を集めるようになるパターンは増えていくと思われます。野球やバスケなどにも同じことが言えますが、スポーツは各選手の数字を眺めるだけでも楽しむことができます。早くスポーツのある日常が戻ってくることを切に願います。今回の動画は以上です。面白かった時は高評価ボタンを押してください。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。